まず今年プロ1年目を迎えますが、今季どんなテーマを持ってリーグに臨みますか？自分自身をまず成長させるってことも一つですし、まあ、成長してなおかつやっぱりグランパスがね勝たないと意味がないと思ってるんで、まあ、第一にまずグランパスの勝利を目標にやっていけたらなと思ってます。そしてまあキャンプは終了しましたけれども、キャンプ中には442の左サイドハーフやっていましたけれども、まあ、442はね高校の時からもやってたんで、まあ、やりにくいっていうこともなく、むしろやりやすい形で試合も結構いい形で終えれてたんで、まあ、そういうコミュニケーションとかそういうところだけだと思うんでね、あとはだからそこをねチームの良さっていうか選手一人一人の良さと悪いところっていうのをしっかり見極めて、これからもやっていけたらいい形で開幕できるんじゃないかなと思いますけど、監督から特に左サイドハーフについてこういった面でこうもうちょっと高めてほしいっていう具体的に言われてる点って何かありますか？まあ、応援すれば結構好きにやれと言われてますけど、やっぱりディフェンスのそういう決め事っていうか戦術なんでね、そこのポジショニングっていう細かいところはやっぱり指示されて、こういう時はここにいろとかそういうことは言われてますけど、やっぱりオフェンスのいいところっていうのはもう好きにやってもらってみたいな感じでは結構言われてますね。そのボランチとまあサイドとトップ、その連携がまだまだ あともう一歩だなって監督も言ってましたが、そうですね、そこは本当にまだねそんなに長いことやってるわけじゃないんで、本当にここからお互いの、ね、信頼関係っていうのはもっと深く結ばれていくと思うんで、それからがやっぱりね本当に楽しいサッカーできるんじゃないかなと思ってるんで、それは別に時間の問題だと思います。開幕までにさらに強化していきたい部分というのはご自身的にはどんな点でしょうか？全部、まあ、満足できるところというのは本当に一つもないんで、まだやっぱりそこを、ね、もっと貪欲に一つ一つのプレーを成長させていけたらなと思ってますし、やっぱり、満足したらやっぱそこで成長も終わりだと思うんで、まあ、そこは本当にねもっと上を目指して成長していけたらなと思ってます。結構練習見てても本当にチームにもう溶け込んでますよね。そこはいいとこかもしれないですね。あ、それ自分の性格的に。そうですね、すぐあまりすぐ仲良くなれるタイプなんで、その辺はあまり遠慮せずにやってます。特に仲いい選手って誰ですか？いや、みんな仲いいですけど、ブラジル人だったらクライトンあたりがよく絡んできますね。それは会話お前日本語喋れよっつっていつも言うんですよ。そのことさえ分かってないです。向こうは笑顔で笑顔で何言うとんねやみたいな感じですね。それで会話成り立ってます。もう大体わかるんですよね、言いたいことは。さて、まもなく開幕しますけれども、今年のグランパス、どんな点を見てもらいたいでしょうか？僕も直しくもパス回せるっていうか選手がね結構多くなってるとは思うんで、そのいいところをやっぱ引き出してやっぱ試合したいと思ってるんで、やっぱりもうパスサッカーですね、やっぱいいところをやっていくです。サポーターの皆さんにメッセージをお願いします。今年は、まあ、本当に優勝できるように少しでもチームに貢献したいと思ってるんで、できるだけこうスタジアムに足を運んでください。よろしくお願いします。